くなれたぜ。一人じゃできなかった本当に仲間たちにすげえマジで感謝。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン2ファイヤー前回の次からやっていきましょう。ということで今回から京都編ですかね、小暮の万有寺編始まりました。ということで子供がなんか喋っております。本当だよ、この目でバッチリ見たんだって。なんか出てきた。あれ畜生の人かな、この人どないしたんどうす。また怪しい男がうろうろしていたであります。この子が見たのであります。変な格好したやつがさ、裏通りのあたりで話しかけてきた。裏通りのあたり、こらあんた、また一人で穴いなとこにかはったんか。あわわわ、また出たんどすか。今週に入って何回目やろ。物騒じゃの、ハエを捕まえてもらわんと安心できんわい。それがすばしっこくてなかなか捕まえられないのであります。本家も全く追いつけず、ダッシュしすぎて膝がガクガクするであります。まったくだらしがないの。やったらあの方たちに相談してみよう。修行を積んだ彼らならきっと捕まえてくれるはずどす。そうじゃな、あの方たちならなんとかしてるかもしれん。お前ももう一人でうろうろするんやおまへんで。はーい。誰？お、ヒロトじゃん。何してんの？ん？え？第4章、研ぎ澄まされし聖者たち。めっちゃかっこよくね、タイトル。研ぎ澄まされし聖者たち。俺のことかな。ふうきくんどう？稲妻キャラバンの感じは。うん、いいね、こういうの。なんか楽しくってさ。こんな風にたくさんの人と旅をするなんて初めてだから、とっても楽しいよ。響監督の言う通りに、ふうきを仲間にしたのはいいけれど、ここからどこに行くんだろう。皆さん、来てください。病院にいる半田さんたちと通信がつながったみたい。お、半田！お前、本当に半田か？オーディンソードの方じゃない、ちゃんとしたオリジナルハンダの方か。お、元気だね。まだよう、エンド相変わらず元気そうだな。ハンダ、それにみんなも久しぶりだな。怪我はどうでやんす？もう痛くないでやんすか？病院の食事って薄味なんすよね。俺なら耐えられない。なんでお前知ってんの？お前入院したことあんの？もしかして壁山一回入院してんのかこれ。まあ待てって、まずは今まで何があったのか俺たちにも聞かせてくれよ。ああ、それがさ、俺少林と電話したいんだけど。はあ、せっかくジェミニーを倒したと思ったのにもっと強い奴らがいたなんてな。そうなんでやんすよ、俺たち本当に勝てるでやんすかね。大丈夫さ、みんな。ん？ずいぶん余裕だね、キャプテン。久しぶりに見たわ、マックス。そうだぜ、エンド。イプシロンはジェミニーよりもずっと強いに違いないんだ。ああ、多分な。でもジェミニーの時もそうだった。初めは全く歯が立たなかった相手でも努力して勝ってたんだ。それで俺も思ったんだ、絶対勝つって信じてたら勝てない相手はいないんだって。キャプテン。うん、そうだよね。みんなで頑張ればイプシロンにだって勝てるよね。いいな、みんな強くなって俺たちも早く一緒にサッカーがしたいですよ。シド、久しぶりだな。お前も焦ることはない。お前たちは今怪我を治すことだけ考えていてくれ。ああ、治ったら特訓だぞ、覚悟しとけよ。治ったらすぐ怪我させそうな感じだな、エンド。みんな聞いてちょうだい、次の行き先は決まったわ。え、本当ですか？ひとみこ監督、イプシロンから襲撃予告が入ったそうよ。理事長から連絡があったの。襲撃予告、派手だね。この間ジェミニーを倒したばかりなのに。それだけ敵も焦ってきたってことかな。次の襲撃先は京都にある万有寺中よ、すぐに出発しましょう。万有寺、万有寺中ですか？わあ、びっくりしたな。なんだよ、しおり、お勝利話したかったわ、お前と。万有寺中、カンフーをたしなむ者にとっては憧れの学校ですよ。厳しい修行によって鍛え抜かれた強い体、研ぎ澄まされた心、彼らのサッカーはスピード、パワー、どれをとっても超一流なんです。へえ、でもそんな学校がなんでフットボールフロンティアに参加しなかったんだ？それが万有寺中は自分の心と体を鍛えるがモットーなので、外の学校と試合はしないんです。でも参加してたら優勝間違いなしだろうって。うわっ、優勝はやらないですか。俺も万有寺中のことはよく知っている。帝国が表の優勝校だとすると、万有寺は裏の優勝校だと言われてる。怖っ、なんか企んでそうだな。万有寺裏の優勝校って怖すぎだろ。あれだな、三国先輩みたいな裏のキャプテンみたいな感じかな。
ってことはレベルの高い選手が集まっているんだな。そっか、もしかしたら漫遊中で新しいメンバーが見つかるかも。ああ、俺も漫遊中に行きたかったです。怪我さえしていなかったらな。そんなにがっかりするなって。怪我治ったらまた一緒に行こうぜ。はい、そうですね。俺も楽しみにしてます。みんな、僕たちが戻るまでイプシロンなんて奴らに負けちゃダメだからね。まあ病院っていうのも意外と過ごしやすいものだけどね。じゃあな、みんな頑張れよ。ハンダって意外にイケメンだよな。へえ、今のが君たちライモン中の仲間なんだ。賑やかな人たちだね。そうだろ。でもお前の白蓮中の仲間も楽しい奴らだったよな。うん、引き抜きシステムを使えば白蓮中のみんなを仲間にできるだと。早い仕事が。さすが響監督、早い仕事が。よし、よかったら白蓮のみんなにも。おこれは仲間にするしかないな。お、もう話は済んだのか。準備ができたらわしに行ってくれ。そしたら京都まで一気に突っ走るからな。てかもう白蓮の仲間仲間にできない。白蓮の仲間仲間にできんのマジで。まだ準備できてない。いや待て、白蓮って言ったら可愛い子がいっぱいいるってことはすぐ仲間にしよう。マシン使います。とりあえず引き抜きで、うーだおーおー、白蓮あった。オッケーオッケー。誰これ、オッケー。誰来る。箱田、白熊、雪野、マトロ、マブカ掃除。マトロちゃん、とりあえず女の子仲間にしたい。もうちょっと条件する前に探そう。この表情列と超かっこいいな。あのアレスの天秤の日浦君みたいな感じだよな。なんかちょっと仲間にしたい。フォワードなのか。うーわ、どうしよっかな。フォワードか。まあとりあえず今回女性仲間にしたいからもうちょっと我慢しよう。ってことで、まあ今回とりあえずマトロちゃん仲間にしていくわ。非属性で女の子ってなんかいいな。よし、見つけたら携帯に連絡する。ちょっとばかり時間かかるかもしれんな。ってことでなんか時間かかるらしいんで携帯に電話来るまでカットします。カット。はい、ということで響さんから電話来ました。おい、遠藤か。探していたマトロを見…何お前マトロちゃんを呼び捨てにしてんだ。おいジジイ。場所はだな、マトロは北海道のどっかにいると言ってよ。何それ、めんどくさ。ちょっと探しますわ。たー、見っけた。15分かかりました。と、私そんなにサッカーが上手いかどうかわからないけど、それでもいいべ。本当？それじゃあ一度私のサッカー見てほしいべ。バトル。相手にボールを取られるな。何そのハードな感じ。白はこれドリブル技は、アツヤの方だね。よし、オッケー、このままやっていきましょう。いや待て、ボール取られるんだって。結構ちょっとこれドリブルの方がいいよね多分。よし、吹雪走らせて。オッケー。キーパーが多分ボディ系高いと思うのであまり当たりたくないところ。よしよ、トーコに渡して。よしよ、ナイス下げて。いいぞ。マジで緊張。危ない、取られないよね。それで吹雪走らせて。オッケー、ナイス。でこれ上走ってって、幽谷で、トーコ。いやー、まあいいや、もう一発渡して。あー、これは必殺扱っとこう。うん、疾風ダッシュ、風丸の技をコピーしてコピー忍者であります。おーし、終わった。バトル勝利。なんかもらえるか。お、クッキーフレーバー。オッケー。まあまあ嬉しいね。うん、ま、負けちゃった。あなたたちとサッカーしていたら私も強くなれるかな。うん、決めた。私もあなたたちと一緒に頑張るべ。マトロが仲間になった。よーし、これで我が稲妻イレブンのキャラバンイレブン。ちょ、なんでさ、ちょ待って、なんで中谷のフォワードのマーク紫になってんの。え、なんか毒に侵されてんだけど。クリマツのメガネも。どういうことこれ。まあいいや、とりあえずよいしょ、マトロさんを仲間にしていく。一度倒れてもまた生まれ変わったように起き上がってくる。怖いわ、普通に怖いわ。ってことでトーコ下げて、マトロディフェンダーなのね。オッケー、でまだ技は覚えてない。ほう、なるほど。まあとりあえずストーリー進めていきましょうか。さあ、古株さん、お待たせいたしました。お、もう準備はいいのか。よし、来た、稲妻キャラバンの発信じゃ。準備はできた、京都に行こう。お、あった、京都の市街地か。いや、いいな、モミジが。こういう感じ好きなんだよね、こういう風景っていうか。モミジ結構綺麗だよね。ん？寝てるみんな。遠藤かわいい。響監督からの電話だわ。なんだ？
それではまた一人で調査を続けるのですね。ああ、イプシロンなんてやつが出てきた以上、ただ待ってるだけじゃダメだろう。エイリア学園の秘密を探るため、こっちからも攻めていくつもりだぜ。そうですか。気をつけてください、響さん。ああ、あんたもな。あなたが育てたライモンイレブン、彼らは本当に頑張っていると思います。だがあいつらはまだ子供だ。地球の運命なんて背負うには重すぎる。お前さんがあいつらを助けてやってくれ。頼んだぞ。はい。お、トウコ。おーい、お前さん方、京都の町に着いたぞい。さあ、起きた起きた。お、なんかいいね。吹雪と染岡の距離が縮まっているんじゃないか。隣の席ということは京都だ。なんでそんなはしゃいでんだお前らは。あたし一番乗り。何、取られたな。また一番乗り取られたな。白蓮の時もそうじゃなかったか、確か。ん、ふふ、なんだか修学旅行みたい。まったく、木野さんまで浮かれない状態。ふふふ。お、な、な、何も言わねえのか、ひとみこ監督は。なんか言うのかと思ったわ。おー、いいね。あ、スポーツショップある。なんか買ってっか、装備品で。一応アイテムショップもあるし、お、特訓マークもある。へえ、京都ってこんなところなんだ。昔の街って感じで素敵ですね。なあなあ遠藤、あの高い塔はなんだ。京都といえばお団子っすね。あんこにみたらし、ジュル、よだれが。あなたたち遊びに来ているわけじゃないの。目的を忘れないで。それにしても道が多くて迷いそうだな。万有寺中はどこにあるんだ。誰、あ、いたいた、よかった。誰ん、吹雪。おい、貴様、隣に連れてる子は誰だ。おい、お前いつの間にいないと思ったら、お前いつの間にどこ行ってたんだ。どうもありがとう。どういたしまして。キャッ。吹雪さん、今の可愛い女の子は。うん、僕ちょっと気分悪くなっちゃって。そしたらあの子が解放してここまで連れてきてくれたんだ。京都の人って親切なんだね。なるほど、モテる人には黙ってても女の子が寄ってくるもんなんですね。ふん、男の価値はモテるかどうかで決まるもんじゃないでやんす。お前はもうちょっと諦めてくれ。でもどうせならモテたいですよね。まあそうでやんすがね。イプシロンの襲撃は明日。ゆっくりしてる時間はないわ。行きましょう。せっかく京都に来たっすから、お団子くらい食べてっても。怖いわ、目で殺しに来てる。はあ、ジェミニを倒したらごちそういっぱい食べられると思っていたのに。文句を言うなって。イプシロンを倒したら今度こそ腹いっぱい食えるさ。それにしてもよ、襲撃予告が届いたところにエイリア来るのは分かっているんだろ。日本の危機なんだし、俺たちにばっかり頼ってねえで、総理も何かしろってんだよな。ごもっともであります、染岡さん。あなたの言う通りであります。おい染岡、パパに文句があるのか。別にそういうわけじゃねえけどよ。おいおい、二人とも街中で騒ぐなって。遠藤先輩、まずは万有寺中がどこにあるのか周りの人に聞いてみましょう。